手ごわそうだ。 なんて高さだ。ああ、トルガル落ちんなよ。ここがエイストラか。またな、アンブロシア。 切り抜けたからにしろ。 アカシアどもか、勝つのはどっちかな。
気を抜くなよ。奴の行き先が分かりゃいいが。何か物音が聞こえる。探ってみよう。幻想の塔、バルナバスはおそらくそこに。道を探してみよう。
助け。やはりこの遺跡は生きているのか。ここにはエーテルが。あの黒の一体だと言う。なぜ遺跡が。
バルナバスは一体どこに。幻想の塔、想像以上に広いな。
なんとか倒したか。先を急ごう。いくら来ようが。
地の身を移すか。ならば。天命を理解し、己の役割に従順になることだ。自我を捨てよ、エドス。私に勝ちたいのだろう、貴様。さあ、お前の力を見せてみろ。生きるために自分たちの足で歩き続けてきた。歩むことを止めた貴様には分かるまい。貴様が思っているほど人は弱くないんだ。
ガーを持ちながら力を使いこなすか。面白い。まったく、あれを返されるとはな。私はお前の愚かさに当てられたらしい。感じるのだ、遠い昔のように熱い血潮な。これが本当の生というものか。しびれるような闘水とこの身を焦がす罪深き歓喜が、浅ましき人の身にただ一つ許された甘美な毒、最後の一滴までとっと飲み干してやる。ミュートス、お前の進化を私に見せてくれ。
全てを受け止めてくれ。正しかったのは私かお前か。貴様が言ったんだろう。俺たちのこの戦いが終わればおのずと分かるのだと。全ては天意。そうだろう。クライブ・ロズフィールド。召喚。